現代音楽を深く知る一冊。ニューコンポーザー第15号、Amazon Kindle など電子書店で発売中。ニューコンポーザーで検索。現代音楽よもやま話の部屋、現音エアー。皆さんこんにちは。現音エアーの時間がやってまいりました。深川敏夫さん、そして山内雅弘さん、そして進行役松尾正孝でお送りいたします。さあ本日のお題、早速披露いたしましょう。素朴な疑問シリーズです。はい。ソナタ形式はなぜ定時部、展開部、再現部があるのですかというね、まあ、普段何気なくこう 使えている言葉をね、改めてこうやって質問されるとちょっと答えに窮するところがありますよね。ソナタ形式は18世紀半ば以降、クラシック音楽で使われてきた曲の形式の一つです。中心となるのは定時部、展開部、再現部で、多くの曲では2つの主題、つまり中心となる旋律が定時部、再現部に現れます。この時主題がどの調で現れるかがポイントになります。第一主題の調を主調とした場合、定時部の第二主題は属調や平行調で現れ、2つが対照的に示されるのが一般的です。これに対し再現部では一般に第一主題、第二主題ともに主調で現れ、2つの主題の対照が解消されます。中間の展開部では定時部で示された主題を様々に変形、変装させます。激しい転調を伴う場合が多く、緊張感が高まります。まあ、普段何気なくこう 使えている言葉をね、改めてこうやって質問されるとちょっと答えに窮するところがありますよね。ね、さて山内さん、いかがでしょうかね。うん、でもやっぱりこれはですね、人間の心理に基づいていると思うんですよね。音楽の形式ってそうだと思うんですけど、結局これ三部形式なんですよね、言ってみればね。そうすると人間の心理ってどういうことかっていうと、まず A で提示されて、これはどういうものであるかっていうものを理解して、その人のそれぞれの過去の経験で参照されて、あ、こういう音楽なんだなってことを理解すると。ところがあまり長く続くと人ってのは飽きますよね。そうすると何か変化を求めると。それで変化したいっていうのが真ん中の部分 B ですよね。そうしたところまた面白い人間の心理で、一度聞いたものがちょっと忘れた後にもう一回出会うと嬉しくなったりする、記憶を再びなぞるというんでしょうかね。さらにもう一回前のものが出てくることによって、変化だけじゃなくて、なんて言うんでしょうか、統一感、もう一回戻ってくることによって統一感を感じることができるということで、 ABA って形はやはりすごく人間の心理に合ってるんじゃないかと思うんですよね。面白いのはやっぱりドラマっていうのは再現するってことは回想シーンでなきゃないんですけど、音楽の場合はやっぱり覚えにくいってこともありますから、一度聞いたものをもう一回戻って聞く、ただ少し変化してるともっと面白いとかね。そうした時にその真ん中の B の部分をどのように作るかって言ったことがきっと作曲家の中で問題となったと思うんですよ。普通三部形式ってのは並列で A、B があって、まあ、同じ全く A が戻ってもいいわけですよね。だけどもやっぱりちょっと変えようとかいう変化した A が戻ってくるわけなんだけど、そうすると B は全然違うメロディーをただ並べればいいだろうっていう話だったんですが、その他形式のすごいところはその A で出てきた2つの主題、まあ、3つだったりもしますけれども、それをもう展開させるというね、そういうことが画期的だったと思うんですけどね。でそしたら、あ、作曲家の創意工夫が発揮できる形だなってことになって、まあ、やっぱりこれは一番いいんじゃないのかなってなったと思うんですよね。ですから提示があって、それを展開する、したらもう一回聴きたくなるから再現する、よく作曲家の座右の銘でね、変化と統一っていうのを掛け軸にしたいぐらいなんですけど、それにかなってますよね。なおかつその作曲家の創意工夫がいろんなところで発揮できるという、そういう形ですよね。ただ私ね、前から下せないのは、そのよくその第二テーマが、その展開部で第一テーマと第二テーマがなんか格闘、なんて言うんでしょうね、こんがらがったらその結果第二主題が融和して、再現時には主調、前は属調だったりするのが主調になるとか言うんですけど、まあ、そうしないと最後主調で終わりねからなんだけど、
そのなんか別にそういう話なのかなって思った時もあるんですけどね。あの今の山内さんの話の中でその他形式を語るときにその発展とか展開っていう言葉もね同時に出てくるっていうのはやっぱりちょっと興味深いところですよね、うん、これはやっぱり重要なキーワードかもしれませんね、うん、では中川さんいかがでしょうか、はい、山内さん言ったことを受けて、まあ、話しますけど、まず基本は構成の基本は三部形式だっていうのは、まあ、全くその通りで、その ABA とおっしゃったで ABA が例えばメヌエットみたいな単純なものだと繰り返し記号でそのまんまだったりすることね、同じ模様に繰り返す、実は繰り返し記号っていうのは変装するんだっていう意見もあるんですよね、古楽器かなんかのその考え方 でちょっとメロディーを変えて変装するんだ、でもまあ意味としては同じだ、まあこういうことがあります。だから一番単純な三部形式の話から始めても、まあ、そのいろんなそれ自体に発展的な演奏上 その具体例としてリアリゼーションとして装飾をするんだっていう発展がもう含まれてるっていうふうに物事ってのは考えられる、その一番基本の三部形式ではね。でいろんなところにも目というかこう発展する萌芽のようなものが隠れてるわけでね、植物が成長する増殖するのと同じような感じでこうそれは萌芽として含まれてるだろう。文学も読むことで当然時間が生じますね。でその時間を支配する時の起こり得ることというのは、一つの今テーマ主題とおっしゃったけど、一つの意見を例えば提示する、でそれに対して反対意見が出るという考え方で第二主題を捉えることもできる、あるいは一つの意見を提示してそれに対してそれで本当にいいんだろうか、別の方法があるんじゃないかというふうに自分の中で考え直しているという意見も考え方もあるわけですね。でそれがその今大事な展開が大事だとおっしゃったけど、その通りでその自分の意見と他者の意見、あるいは自分の意見とその自分の中で本当だろうかっていうその反数リフレクションの意見とがこう混ざり合って葛藤するのが展開部で、それでその時間を経過してその一つの自分の意見に戻ってきて、でその相手の意見あるいは自分の中のその葛藤した別な意見っていうのが今度は同じ調整で戻ってきますよね、基本こう主張で。だから一つの葛藤とそれがこう融合したっていうのがそなた形式という形にこう非常によく まとめられてると思う。だそれは 文学でも同じことが言えるのではないかと思いますね、大雑把に言うとね。あと少しその歴史的な経緯をたどってみると、今日我々がそなた形式と呼んでいるものは大体古典派の時代に確立したと考えていいと思うんですけど、突然現れたものではなくて、その前段階としてバロック時代に大体様式が固まったいわゆる古典組曲にもともとそのルーツがあってね。で古典組曲ってどの楽章をとっても大体前半後半繰り返しという構成を持ってて、言ってみればちょっと二部形式というよりも二部分形式で、それが雛形となってその最初の繰り返しのところがいわば後の定時部と言われる最初の部分になって、で、後半の繰り返しの中でちょっと違うところに行ってまた最初の部分に戻るというところになって、そして、それがしかしそこにもまだ繰り返し記号があるので、例えば古典派の作品を紐解くとモーツァルトのピアノソナタとか、あるいはそのハイドンやモーツァルトの交響曲のある時期までのものっていうのは、後半にも繰り返し記号が残ってるっていうのはそういうところの、先祖の名残みたいなものがあると思うんですよね。だからそうやって発展してきたんだっていうことを考えると、なんとなくその定時部や展開部や再現部っていうものの存在の意味も少し推理ができる子なのかなっていう
ということで、そしてそれは今お二方がお話になったように最初に提示されたものを、まあ、人間はだけどね、秋っぽいからちょっとよそに遊びに行っていろいろ展開発展をして、でもやっぱりまた、もう一度元のところに戻りたいというか再現があると。でその再現っていうのはやっぱりとても音楽で重要で、再会する喜びですよね、これとても重要でね、我々の生活の中でも再会って喜びじゃないですか、ね、久しぶりに友達に会うとかね、ましてや離れ離れになっていたパートナーと久しぶりに会うなんて言ったら劇的な喜びなわけですよね。だからそれと似たようなやっぱり効果があるんだなと思うと、やっぱり再現っていうのは避けて通れないなと。これは別にソナタ形式に限らず、普通の三部形式だって中間部を経てまた元に戻るとやっぱり喜びがあったりするわけですよね。それとはあとその音楽の精神的な質量を大きくしてしまったベートーベンはそこだけでは終わりきれなくて、まるで第二展開文のようなコーダというか集結部をね足して、言ってみればソナタ形式を四部分構成にまで拡大してしまったっていうのもちょっと面白いかなと思いますね。私はよく学生なんかでも話すんだけど、最初2部分形式であった古典組曲の時代から第1部、展開部再現部と3部分構成になって、ついにはベートーベンの終わりの頃には第1部展開部再現部集結部って4部分形式にまで50年ぐらいであっという間に拡大したんだよなんて話をするんですけれども、その他形式というのは決してそのある雛形ぴったりのものではなくて、まあ、曲によって作曲家によってその都度その都度変化する生き物のようなものでね、非常にある意味自由な面もあるというようなことを、まあ、我々は話してきたと思うんですけども、改めてそういったところにも思いを馳せたりもしたくなるような話題ですよね、うん、だから三部形式的なんだけど、例えば作曲の学生にもね、三部形式を教えるのとソナタ形式を教えるのとではやっぱ感じ方っていうかね、教え方の構え方も違うんですよね。やっぱ難しいです、ソナタ形式をね伝える方が。で発展の精神っていうのは、例えば普通 ABA だと AA' って細かく分かれるんですけど、ソナタ形式って面白いですよね。その提示があったら、その確保と推移って言い方しますでしょ。で確保と推移って言い方自体にもある種変容というか発展性が認められて、ただ単に繰り返すんじゃないよって、変化しつつ盛り上がって、場合によってはそれこそ今松尾さんの話もありましたけど、そこでさらに拡大してなんか推移の次第が出てきたりとかね、そういうことにもなってしまう、だまあ自由に変容していく様っていうのがね、もう単純な三部形式ではないものだなと思いました。またいろいろな疑問がありましたらね、遠慮なくこちらの方にお寄せいただければと思いますし、また番組そのものにコメント欄にコメントいただいても結構ですし、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。